アーレスは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカデフェロルに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は5839人。住民故障は、リゼン、ES。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は93.17%。アーレスは、アコルーニャ県の北部に位置し、コマルカデフェロルに属する。北は、 ムガルドス、東は、フェネの、各自治体と隣接。南は、はリアデ・アーレスと大西洋。北西部は、リアデ・フェロルに面している。自治体中心地区は、アーレス教区のアーレス地区。アーレスは、フェロル司法管轄区に属す。住民は三教区の39の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア社会党のフリオイグナシオイグレシアスレドンド。自治体評議員は、 ガリシア社会党、六、ガリシア国民党、四、ガリシア民族主義ブロック、二、ノル、一、主張当選者、フリオイグレシアスレドンド主張当選者、フリオイグレシアスレドンドアーレスは三の教区に分けられる。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。